市広報 TV。 皆さんこんにちは、浜松深掘り部部長の井川恵美です。今日も浜松市のあれこれを掘って掘って深掘りしていきますよ。早速ですがここでクエスチョン。2024年1月1日に浜松市の何かが7つから3つに変わります。何かとは一体何でしょう。正解は行政区でした。来年1月1日からこれまで7区あった行政区が3区に再編されるんです。ただ行政区の再編をクイズにしてみたものの、実はこれ以上私深くは知らないんです。再編して今住んでいるところの区名が変わったら手続きとかあるのかな、そのあたりよくわからないし、正直ちょっと面倒くさそうだなって。待ってください、井川部長、そんなこと言わないでください。区の再編に関するその疑問質問に私が深く解説します。わあ、あなたは誰ですか。驚かせてしまってすみません。私は浜松市で区再編を担当している川西です。今2024年1月1日の区再編に向けて皆さんの質問やお悩みにお答えしているんです。それはいいところに。よかったら私にも区再編について教えてもらえませんか。もちろん、しっかり解説させていただきますね。ということで今回は浜松市の区再編について深掘り。僕らの街を解説、浜松深掘り部。井川さん、再編後の新たな3区の区名は分かりますか。中央区と浜名区と天竜区ですよね。正解です。まずはこの3区の姿を見ていきたいと思います。はい、まずは中央区ですね。中央区は再編前の中区、東区、西区、南区、それと北区の三方原地区で構成されていて、浜松の都市機能が集積しています。浜松の中心になる浜松駅が位置していたり、中田島砂丘から観山寺温泉などの観光地まで様々なエリアがありますよね。バラエティに富んだ区と言えるかもしれません。続いては再編前の三方原地区以外の北区と浜北区で構成されている浜名区です。ここは奥浜名湖地区の自然や湖北五山など歴史のあるお寺、ひよんどりなどの文化芸能が根付いていて、自然と文化が融合しているエリアのイメージがあるな。新東名高速道路の浜松スマートインターチェンジでアクセスがしやすくなった宮古田エリアも浜名区なのね。三ヶ日みかんも忘れてはいけないですよ。最後が天竜区です。こちらはこれまでと変わらず天竜、春野、佐久間、三作保、辰山地域で構成されます。大河ドラマでも注目された地域ですし、アウトドアにおすすめのエリアですね。この中央区、浜名区の名前ってどうやって決まったんですか。2022年に市民の皆さんへ区名募集とアンケートを行って、その結果この3つに決まったんです。また例えば浜名区だったら浜名湖の自然と浜名郡の歴史を引き継いで、自然とテクノロジーが共存する地域になってほしいといったように、区名にはいろいろな思いを込めていただきました。へえ、なんだかいいですね。川西さん、私一番気になっていることがあって。何ですか。区が再編される、区名が変わるってことは住所が変わるってことですよね。はい、天竜区以外にお住まいの方の住所のうち区名だけが変わります。例えば浜松市役所の住所は浜松市中区元城町103番地の2ですが、このうち
中区の部分が中央区に変わります。それ以外の郵便番号、町屋座名、番地は変わりません。でも区名が変わって住所が変わるっていうことは、それに合わせて手続きも必要になってきますよね。引っ越しして住所が変わった時はいろいろとやらなければならないことがあったような。この住所変更手続きについて聞かれることがとっても多いのですが、実は区再編に伴う公共機関などの住所変更の手続きは希望する場合を除き、ほとんどの場合で不要なんです。え？ほとんど不要？はい、こちらのリストをご覧ください。うわー、これってこのリストに書かれているものは手続きしなくていいものですか？そうです。こちらのリストは市の窓口で取り扱っているものですね。マイナンバーカードや国民健康保険証などが手続き不要なんですね。はい、市以外で取り扱うものだと、例えば自動車運転免許証は次の更新時に変更されるので手続き不要です。ただマイナンバーカードを民間のオンラインサービスで電子証明書として利用する場合など一部手続きが必要となる場合もあるので、詳しくは浜松市のホームページでご確認をお願いします。もし手続きが必要になった場合、区名が変わったことを証明するにはどうしたらいいですか？その場合は行政区設置証明書をご利用ください。これは市内の町屋座が中央区、浜名区、天竜区のどの区になるかを証明する書類です。区再編後の1月4日から区役所や行政センターなどの窓口で無料で発行いたします。手続きが大変だろうなと思っていたので安心しました。よかったです。手続きでお困りのことがあれば、区再編推進事業本部まで気軽にお問い合わせください。また浜松市のホームページに区再編に伴う住所変更手続きについて詳しくまとめています。動画もあるので気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。井川さん、他に気になっていることはありますか？そうだな、区が3つに再編されるとこれまで7つあった区役所も3つに減ってしまうんですか？おっしゃる通り、区役所は3つになり、再編前の中区役所が中央区役所、浜北区役所が浜名区役所となります。天竜区役所は変わりません。残りの4つの区役所はなくなってしまうってことですか？東、西、南、北区役所は区役所ではなく行政センターという名称に変わりますが、名称が変わるだけで区役所と同じサービスを提供しますのでご安心ください。名前が変わるだけで場所もサービスも変わらないんだ。よかった。また一部の共同センターの名称が支所に変更になりますが、行政センターと同じく所在地が変わってしまったり、手続きなどの取り扱う業務が変わったりということはありません。つまり行政センターも支所も名称が変わるだけっていうことですね。はい、井川さん、よかったら区再編後に北行政センターに変わる北区役所を見に行ってみませんか？よし、行ってみましょう。到着。あ、この看板、今は北区役所だけど区再編後は北行政センターに変わるってことですね。そうですね。浜名湖などの自然や木ヶ関所、龍潭寺などの歴史的な文化遺産に加え、果物などの地域の農産物に親しめるフルーツパークなど観光スポットが盛りだくさんなエリアですね。川西さん、改めてお聞きしたいんですが、北行政センターではどんな手続きをすることができますか？マイナンバーカードやパスポートの申請など区再編前に北区役所で行っているサービスは北行政センターでも引き続き受付をさせていただきます。これまでと変わらないサービス、ありがたい。
名称は変わりますが、これからも安心してご利用いただけるよう市民の皆様のサポートをしてまいります。お困りごとがあれば気軽に北行政センターへお越しくださいね。川西さん、新しく名前が変わる支所や共同センター、市民サービスセンターやふれあいセンターの窓口ではどんなことができるんですか？あんまり分かってなくて。意外と知られていないのですが、区役所や行政センター以外にも居住地域に関係なく、お近くの支所、共同センターなどの窓口で多くの手続きをすることができるんですよ。浜松市内どこに住んでいても受け付けてくれるのは便利だな。井川さん、せっかくなので次は富塚共同センターに行ってみましょう。ここが富塚共同センターか。先ほどの北行政センターとはまた違った、市中心部に近いエリアにある共同センターですね。この富塚周辺は佐鳴湖が広がり、温泉地の観山寺へつながる観山寺街道が通っている交通の要所で、都市機能と自然環境がバランスよく整っているエリアですね。この富塚共同センターではどんな手続きをすることができるんですか？戸籍や住民票の届け出、証明書の発行をはじめ、印鑑登録、税証明、介護保険、国民健康保険などのうち一般的な手続きについて居住地に関係なくご利用いただけますよ。へえ、さまざまな手続きをすることができるんですね。ちなみに手続きの時間は市役所や区役所などと比べてどうですか？比較的空いているお時間などがあれば教えてください。日にちにもよりますが、比較的待たずに手続きができる時も多いですよ。市内にはこうした支所内の窓口が7カ所、共同センター内の窓口が27カ所、ふれあいセンター内の窓口が7カ所、市民サービスセンターが9カ所あります。区役所や行政センターだけでなく、こちらの窓口もぜひご利用ください。手続きって市役所や区役所でっていうイメージがありますけど、共同センターや市民サービスセンターの窓口をもっと利用しましょう。またマイナンバーカードをお持ちでしたら、市の窓口だけでなく全国のコンビニのマルチコピー機を使って住民票の写しや印鑑登録証明書を取得することができますよ。コンビニでいつでも取得できるのは便利ですね。川西さん、区再編について深く理解することができました。よかったです。すぐでなくてもいいので、中央区、浜名区、天竜区に愛着を持っていただけると嬉しいです。思っていたよりも区再編によって大変なことはなさそうだし、行政センターや共同センターなどの市民サービス施設について知ることもできてよかったです。11月にはこれまでお話しした内容を冊子にまとめた区再編ガイドブックを発行し、広報浜松11月号と一緒に配布します。再編後の問い合わせ窓口などを一覧で掲載した保存版の内容になっていますので、ぜひご覧ください。区再編ガイドブック、ぜひチェックしてくださいね。川西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今回の活動報告、行ってみましょう。浜松深掘り部、今回の活動報告。浜松市の区再編を深掘りした結果、浜松市の新たな区、中央区、浜名区、天竜区。最初は不安なことも多いかもしれないけど、わからないことはどんどん聞いて今のうちに解消しておきましょう。身近にある共同センターも力になってくれますよ。7区から3区への再編、みんなの心もまとまって一致団結。これからも浜松を盛り上げていきましょう。部長、井川恵美。浜松深掘り部、いかがでしたか？それでは次回もお楽しみに。